今男性がお話になったので、次、女性の方、こちらの方にいらっしゃいませんか、こちらで2人かかってますので、中学生がいるから喋らせろっていうこの連携プレーね、これはもうすごいですね、そうですか、じゃあ喋ってみますか、ありがとうございます、ちょっと待ってください、今、マイクを、すごいですね、もういくつかに分かれて声を上げながら、こっちこっちっていうふうに、熱い熱を感じます。 ああっとあ私はまあ、知らない中学生なんですけどまあ、<laughs> <laughs> はいえー、っとまああのいろいろ親からもなんか、あの今の政権がまああのいろいろシュレルターにかけちゃったりとか、まああの私たちの税金をまあ例えば、 あの生活保護をなんか引き上げたのになんで税金まで引き上げるんだとか,なんかあのずっと疑問に思ってたんですけどでやっぱり今の政権のままじゃまあダメだなって思ってなのでまああの子どもの私もまあ山本太郎にあのあ山本太郎さんにあのなんか総理になってあのいただくためにはまあどういったことでなんかご協力できるかなっていうこととあともう一つあるんですけどまあ英語の民間試験のことでまあ私はまあ中学生でまあ大学入試を はま,まだ結構後の方なんですけどまあ最初聞いた時に「えどうしよう私英語も全然できないんだけど」ってなってまああのちょっと顔面蒼白だったんですけどまあ延期になってまあでもよかったと思ったら妹がちょうどそれにぶち当たる時期になっちゃってそれであのそれがなんか高校生がもうあのなんか。 今年にあに知らされたときにその高校生もその親ですらあんまりよく分かっていない状態で,で先生もあんまりよく分かっていない状態でもう迷惑かぶるのは本人なのにまああのなんで政府とその企業がのなんかもう利益のために教育が売り物にならなきゃいけないのかと思っていてそれとこれとはまあ別という感じなんですけど山本太郎さんだったらあのまあ教育今の政権の,の教育をまあどう変えていこうか。 お考えですかすすすありがとうございます、令和新選組代表の山本太郎が名古屋で皆さんからご意見を伺い、それにお答えをいたしております、続いてのマイクを握られた方、中学生の方ですか、ありがとうございます、でえーまあ、今の現在の政治に非常に不信感をお持ちになっている。 で自分自身、これからこの世の中を変えていくってことに関してどういうことができるかということをお話になったと思います、まずはですね、でえー、選挙権ないですね、でも選挙権ない人、これ、選挙権ある人たちがそれを放棄したりとか、自分たちのためだけに何かそれを行使するということで結局、しわせがいく世代ですねで、選挙権を持つ頃には、もう今よりも世の中が壊れてるっていう状況だったら、 でその先には自分たちにバトンタッチされる頃にはもう手のつけようのないような状況にまでなってたとかっていうのはちょっと洒落にならないですねだから口出しした方がいいんですよ子供が偉そうなこと言うなじゃないんですよ子供が言わなきゃどうすんだってことですよおかしいじゃないか大人ってそれを友達とシェアしてくれます <laughs> <笑><笑>ぜひあのー 政治の話だったりとかどういう世の中にしたいよねっていうことを話すことがかっこ悪いことでもなくっていうことをみんなの中で普通にしてってもらえたらなと思いますな,なかなか聞かない話とかをそういうふうに堂々と喋ったりとかすると周りはちょっと一瞬引いたりとかするかもしれませんけど例えば先ほどの,あの英語の試験の話とかそういうところを出発点に。 自分と関わりがあるなと思えるようなところ、興味を持ってもらえるようなところから少しお話をしていってもらえると、そこから先に広がっていくと思うんですよね、ぜひお力を貸していただきたい、えー、この世の中を変えるためにですね、ねでいろんなことが分かっていった後にね、えー、別の政党に入れましたってことでも結構です、それは問題ございません、それは自由なので。 どうしてそんな金儲けのためにそんな余計な試験作るんだよって話なんですけど、しょうがないんです、それは、ええ、ごめんなさい、施、ええええ、政方針演説出ますかね、2013年の、もうね、企業のためには精一杯やりますってことは宣言されてるんです、それはどの分野に対してもってことです、世界で一番企業が活躍しやすい国を目指しますってことを2013年の2月に安倍総理が宣言されてるんです。 でその後どうなりましたかって言いましたけれども企業側にとってはものすごく都合のいいことがどんどん進んでいっているってことです加速していってるもちろん安倍政権以前自民党政権の時にもそれはどんどんあの広がっていった新自由主義政策みたいなものは広がっていったんですけれども安倍政権になってもさらにもう一度宣言をして企業がいかに設けられるかってことを実現できる国にするんです。 ってていうことを宣言してるわけですから当然、教育だってそのようなビジネスチャンスに変えられてしまうっていうのはもうこの規定路線ですね、何もびっくりすることじゃないってことです、だからこれを取り戻す以外ないんですよ、これを取り戻す以外ない、これをっていうのは何かてっ言ったら、この国をコントロールする権利を人々の手に取り戻すしかないってことです、企業側から取り戻すってことですよ。偉いですよ企業はちちゃんとねあのの自分たちの 代弁者が勝てるように、選挙で勝てるように、組織票、他にも日頃からお金渡したりとかね、企業献金とか、それだけじゃなくて、落選したときには面倒まで見るみたいなことまでやってるんですよ、そりゃもうそこまでお世話になったら裏切れない、そこまでお世話になったら逆に、どんなことが次したいですかみたいな話になっちゃいますよねってことですね。そんなこことにによっっっててて、数々々、扉がが開かれてって結果首が締まったのはこのは国に生きる人々派遣法。 他にも非正規、この労働環境だけ考えたとしても、誰得みたいな状況ですよね、それだけじゃなくて、2018年の終わりには、もう入管法の改正、外国の労働者、今よりも安い賃金で大量に働ける人たちをこの国に入れようというようなことまで進んじゃってる、どうしてそうなるのか、だって、今の政権をコントロールしているのが企業側だからってことですね。 政治のコントロール権を人々の手に取り戻す必要があると、人々のための政治をさせるためには、そのような運動、そのようなみんなの力っていうものが必要になっていくだろうというふうに思いますあの子どもの私も、まあ、山本太郎にあのあ山本太郎さんにあの、なんか総理になってあのいただくためには。まあ